We shall make it! お互い同じところ留学して、そうですよね、みたいな言い合う。すすめ、ヨネチャンネル。これは入管法、衆議院本会議反対討論。衝撃のね、英語。で、これ結構評判良かったんですよ、かなり。この入管法に関しては、よろしくない改正だっていうか、まあ、改悪だっていうことで、野党側は大反対だったわけですよね。その中で、まあ僕なんかは修正案協議をして、修正案の原案を作った万の部全部。野党のね、反対の人はこんな修正案なんか、クソみたいな修正案だとかって言われて、って僕は思ったんですけれども、でも一方で、この修正案は、与党側からは、すごい、大情報だったと。その伏線が実はここなんですよ。って思うかもしれませんけど、まあ、正直な話さんっていうのは、元警察官僚で、ある種強権的っていうかね、話さんが辞任して、でなんとこれがね、斉藤健さんは、僕はまあ知った中というかね、ほうほうっていや、お互い同じところ留学して、そうですよね、みたいな言い合う。で、しかも、別に敵に賞を送るわけじゃないですけど、自民党の中では最もリベラル系に属する一人だと思います。で、そういう状況だから、渋る法務官僚を説得して妥協案を作ったみたいなことがあるわけ。あれは本当に千載一遇のチャンスだった。ご与党に対してね、あなたたちもいい人でいてくださいと。あなたたち常にナイスでいろって、ナイスな人でいろって言い続けることで本当にナイスな人が来て、そして本当にナイスな、まあ、チャンスが回ってくるって言いますかね。で、そういう時に政策をきちんと作っていくっていうのが、むしろ僕はよっぽど優位的だと思います。米山雄一君。日本が迫害に苦しむ世界中の人々にとって、最も頼れる国の一つになることは、決して外国人、難民の人たちのためだけではありません。それは世界中の自由と人権と民主主義を守る砦となり、きっと私たち自身を救うことになります。そしてそれこそが自由主義社会のリーダーとして誇りある日本の進むべき道だと私は思います。だから私は今ここにこの議場にいる皆さんに訴えさせていただきたい。今賛成を予定しているすべての方々に、伏してお願いしたい。祈るような気持ちで、今この採決を見守っている難民、外国人、そして日本人の方々に申し上げます。アメリカ合衆国35代大統領、ジョン・F・ケネディの言葉があります。If a free society can't help the many who are poor, it can't save the few, few are rich. 私は同じだと思います。If Japan can't help you, refugees. It can't save us, Japanese. So, it has to. It surely has to help you to save us. We shall make it. ご視聴ありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録お願いします。立憲民主党党員も大募集しています。詳細は概要欄をご覧ください。応援お願いいたします。